動脈管、または、ボタロウ管とは、胎児期において、肺動脈と大動脈とをつなぐ血管であり、胎児循環において、生脈管、卵塩鉱とともに、重要な役割を果たす。胎児期の循環において、右心室から借り出された血液の大半は、肺を通過せず、肺動脈に入る、手前の動脈管を介して、大動脈弓から下行大動脈へと流入している。 これは、胎児の肺血管抵抗が高く、一方で、体血管抵抗が低いことによる。出生直後呼吸し肺胞が膨張することで、肺血管抵抗は急激に低下し、一方で、体血管抵抗は上昇する。このため、出生直後の動脈管は、一時的に大動脈から肺動脈へと左右シャントになるが、酸素分圧が40から50。 水銀中ミリメートル以上になると、動脈管の血管内膜収縮が発生し、10から15時間で血流が途絶え機能閉鎖、その後内膜の増殖で2から3週間で、解剖学的にも閉鎖され、最終的には、動脈管作という構造物のみ残される。これに対して出生後一定時間経過後も、動脈管が閉鎖しないまま残った状態というのは、異常であり、 この状態のことを動脈管改存と呼ぶ。こうなると、血圧の高い大動脈から、血圧の低い肺動脈へと血液が流れ込む。この流量が多い場合は、心不全や肺臆血などをきたしやすく、命に関わることもあるほか、流量が少なくてもこの部位が、感染性動脈内膜炎を起こしやすいので、通常は、改存部分が細い場合は閉鎖作用のある。 インドメタシンやイブプロフェンを投与し、それでは塞がらない、太さでもカテーテルのコイル側線や、直接外部から血圧するなどして閉鎖させる手術を行う。ありがとうございます。